新潟戦以来ボールへのアプローチがしっかりしてて、今日もあのいい入りができたっていうのはそういうことになって、得点をするのにクロスを狙いましたっていうことを狙ってましたので、それが有効だったと思います。あとフィリックで2つ入ったっていうのはすごく良かったと思います。ここに来て頑張って勝って4連勝するんで、応援の方よろしくお願いします。